私は太鼓の三重、ダンスのキレは衰えたが特技の呪い針は健在で、新人歌手の能力を潰しては大御所シンガーから高額の報酬をせしめていると噂が絶えない、芸歴888年、演歌歌手専属のバックダンサーよ。何、猫マシン一種で私太鼓の三重を倒そうとしてるの？そんなの絶対無理でしょう、舐めすぎよ。私太鼓の三重が圧倒的力の差を見せつけてやるわ、行くぞ。うおー、太鼓の三重アタック、あー、こいつ化け物かよ。おー、えぐいえぐいえぐい、なんやこれなんやこれ、えぐい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 。チャンネル登録よろしく。はい、猫と飼い主です。今回は操られし猫女王がボスの悪魔の戦慄超極無双を攻略していきたいねんけど、操られし猫女王を倒せる強いキャラおらんかな？私に任せな、猫と飼い主。おお、お前は猫カンカンか。そうよ、猫カンカンよ。私、猫カンカンに任せとけば圧倒的な攻撃力で操られし猫女王がボスの悪魔の戦慄超極無双ぐらい一種で攻略できるわよ。マジで言ってんの、猫カンカン。猫カンカンが強いのは知ってるけど、さすがに悪魔の戦慄超極無双一種はきついやろ。私、猫カンカンを舐めるな、猫と飼い主。私猫カンカンの強さを今から証明してやるわ、行くぞ。マジで一瞬出来上がった。よし、じゃあ早速私猫カンカンが操られし猫女王がボスの悪魔の戦列超極無双を一瞬で攻略していくわよ。私猫カンカンは過激すぎる踊りでボーダンススクールを退学になった挑発的かつ刺激的なダンサー。どんなやつが来ても刺激的なダンスでぶっ飛ばしてやるわ。何調子に乗ってるの、猫カンカン。私は操られし猫女王、身も心も悪に染まり自我を失い自らの愛する王国を滅亡に導き始める。異界を調査する中で王家の禁断の魔導書を開き悪魔に取り憑かれた猫の国の女王だよ。おい猫カンカン、あなたみたいなよくわからないダンスしてくるニャンコはめっためったのボッコボコにしてやるんだから、行くぞ。うおー、これで最後だ。あー、やられた。ダンスのキレが悪かったかな。いや、普通に能力不足や、猫カンカン。ダンスのせいにすんな。ねえ、猫と飼い主。私、猫カンカンおすすめのダンサーがいるから編成に入れていい？おお、全然いいけど。じゃあ、金棒系ダンサーの極炎鬼ニャンマー、よろしく。いや、どこがダンサーやねん、猫カンカン。極炎鬼ニャンマー、金棒振り回してるだけやろ。最近金棒系ダンス流行ってんねんで、猫と飼い主。いや、嘘つけ。ダンサーとか言ってニャンマー入れたかっただけやろ。まあ、なんでもええから、操られし猫女王を倒してくれ。おお、任せとけ。行くぞー。よし、じゃあ今回は私猫カンカンと極炎鬼ニャンマで操られし猫女王がボスの悪魔の戦慄超極無双を攻略していくわよ。あの裏切り者の操られし猫女王のシールドはめちゃくちゃ厄介やけど、私猫カンカンと極炎鬼ニャンマの圧倒的火力があれば余裕で倒すことができるわ。また来たの、猫カンカン。あなたじゃ私操られし猫女王の何回も復活するシールドを破壊できないわよ。極炎鬼ニャンマなんかが来ても何も変わらないんだから。おい猫カンカン、助けに来たぞ。俺は極炎鬼ニャンマ、究極の強さを欲して奈落をさまよい地獄の豪華に焼かれた狂気のキャラクターや。おい操られし猫女王、俺極炎鬼ニャンマの破壊的な攻撃でぶっ倒したるわ。やれるもんならやってみなさい、極炎鬼ニャンマ。あなたみたいな野蛮なやつに絶対負けないわ、行くぞ。うおー、シールドが最強よ。はぁ、こいつら強っ。ニャンコ軍団の勝利や。私は森の三つ子、ホステスだった母親森の三つ子に捨てられた悲しい過去を持つ夜の歓楽街に君臨する女王様よ。お客様との距離感を大事にしており、不用意に近づく客には毒針をお見舞いして動きを遅くするわ。私はこの動きを遅くする能力で今の地位まで上り詰めたの。だからニャンコ軍団も私の能力で壊滅に追い込んであげるわ。覚悟しなさい。僕は猫サテライト、ワープ向こうエイリアンに滅法強いという最低限の機能に加え、向かいのホームや路地裏まで君を探すことが可能になったニャサが作った猫型衛星基地や。多い森の三つ子、お前の過去の話には同情するけど、ニャンコ軍団を守るために僕猫サテライトのエイリアンに滅法強い能力で倒してやる。はぁ、何言ってるの猫サテライト。あなたのエイリアンに滅法強い能力があっても意味がないのよ。その能力を発揮する前に私森の三つ子の動きを遅くする能力にやられちゃうんだから。ん、てか私の攻撃を受けてるのに普通に動けてるじゃない、どういうこと。あ、
僕猫サテライトは動きを遅くする無効の能力を持ってるで。うそーん、めちゃくちゃうざいやん。おい猫サテライト、助けに来たぞ。僕は火炎の精霊王メラバーニング。ビッグバンを超えるパワーを持ち、銀河をも灰にする強大な炎の力を手にした猛火の精霊や。おい森のミツコ、僕のエイリアンに打たれ強くて超ダメージを与える能力で倒してやる。あれなんか体の動きが遅くなってきてるんやけど、どうなってんの？それは私、森のミツコの毒針攻撃の能力よ。猫サテライトで耐えて火炎の精霊王メラバーニングの効果力で私を倒す作戦っぽいけど意味がなかったよね。そこで何もできないまま私に倒されなさい。こうなったらあの人に助けてもらおう。ヤーマさん。はーい、俺に任すとき。火炎の精霊王メラバーニング、俺は極炎鬼ニャンマ、究極の強さを欲して奈落をさまよい地獄の豪華に焼かれた狂気のキャラクターや。メラバーニング、調子乗って俺に任すときとか言ったけど、めちゃくちゃ森のミツコの動きを遅くする能力に引っかかってるわ。いや普通に引っかかるんかい。自信満々で出てきたから動きを遅くする無効の能力があると思ってたけどないんかい。ただの脳筋野郎やないかい。どうしようか。極炎鬼ニャンマ、僕火炎の精霊王メラバーニングは再生産までかなり時間がかかるからあれやけど、ニャンマは割と再生産早いやん。だからとりあえずいっぱい生産するだけ生産していこう。いや脳筋戦法やないかい。ニャンマだけじゃなくてメラバーニングも脳筋野郎になってるやんけ。その作戦絶対無理やろ。てか自分でもおかしくなってちょい笑ってもうてるがな。お今思ったら猫サテライト森のミツコに近づけてるやん。僕らメラバーニングとニャンマの代わりに頑張って倒してくれ。いやめちゃ人任せやないかい。おいメラバーニング、俺ニャンマにかかってる鈍足効果が切れたぞ。これで森のミツコに近づけるぞ。おい森のミツコ、お前にやられた分やり返すから覚悟せよ。は？近づけたからなんなのよ。近づいてもボコボコにしてやるわ。行くぞー。うおー。歓楽街の女王を舐めるな。あーめっちゃ悔しい。脳筋戦法の勝利や。ナイス脳筋。チャンネル登録高評価よろしく。俺はエンジェルサイクロン。世の中を変わらない吸引力で浄化し続ける恐ろしい天使サイクロンや。ちなみに俺ら天使は浮いてる敵属性の特殊攻撃を無効化する能力があるから要注意やぞ。てかなんやねんこいつら。この椅子野郎やたら俺エンジェルサイクロンのこと吹っ飛ばしてくるやんけ。マジでうざいて。ちゃっかり雷光の女神シリウスおるし。まあ雷光の女神シリウスぐらいやったら俺エンジェルサイクロンなら余裕で倒せるぞ。どんどんかかってこいよ。うおー負けへんぞ。ああクソったれ。聖者ポプシリウスを倒してくれ。はい私に任せてエンジェルサイクロン。私は聖者ポプ。私の分厚い本にはお勉強のための心得と他人を蹴落とす真っ黒な裏技が書かれている。大天使を目指して今日も猛勉強中の女の子だよ。私はこの真っ黒な裏技が書かれている分厚い本で最近毒撃をマスターしたんだ。この毒撃攻撃でどんなに体力があるやつでもたった3回の攻撃であの世に送ってやるわ。もっと苦しめニャンコ軍団。素人は黙っとれい。聖者ポプ俺は猫ラーメンド。素人は黙っとれいが口癖の実家の豆腐屋も継がずにラーメン屋に就職した本格派職人や。おい聖者ポプ、毒撃攻撃がなんやねん。そんなん気合で耐えれるんじゃ。派手な湯切りで客を楽しませるんや。いや客楽しませに来た。シーカーも全然毒撃攻撃耐えれてないし。素人は黙っとれい。おい猫ラーメンド、助けに来たよ。私は雷光の女神シリウス。同じ志を持つ者たちと共にフルパワーで巨悪を成敗する。世界が進むべき正しい道を照らす光の女神だよ。おい聖者ポプ、あなた天使のような見た目をして悪魔のような能力使うんだね。許さない。私雷光の女神シリウスが退治してやる。何いい子ちゃんぶってるの。雷光の女神シリウス、いくら周りにいい顔してる子でも絶対悪の心を持ってるのよ。善意と偽善なんて紙一重なんだから。そんなことない、そんなことないんだから。みんな優しい心を持ってるんだから。おい雷光の女神シリウス、助けに来たぞ。俺はデスハーデス。創造の果実を借り、すべての業を救済する。罪深き命を常闇へと誘う。冥界の大いなる神や。おい聖者ポプ、お前みたいなペテンシャルは俺、デスハーデスが冥界に引きずり込んだるわ。はいはい。私の毒撃攻撃ですぐ冥界に返してあげるんだから。あ、俺毒撃無効やで。うそーん。てか、なんで雷光の女神シリウスもずっと生きてるの？私も毒撃無効だよ。うそーん。なんなのこいつら。ペテン氏はどっ
っちよ。もういいわ、毒撃なんかなくても私聖者ポプーは強いんだから。さっさとあなたたちニャンコ軍団を倒してやるんだから。行くぞ。うわみんな地獄に落ちろ。あーやられた。ニャンコ軍団の勝利だ。俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。なんか今日はニャンコ軍団に入ってるドラゴンがこの長崎県を攻めに来るらしいねんけど、ニャンコ軍団に入るドラゴンとかダサすぎやろ。ドラゴンは強さの象徴みたいな存在やん。やのにもかかわらず弱いニャンコ軍団に入ってたら強さの象徴から弱さの象徴になってまうで。大丈夫か？お、出てきたな。あれ普通にかっこいいドラゴンやん。ニャンコ軍団に入るぐらいのドラゴンやからかっこよくなくてめっちゃダサいやつやと思ってたけど案外かっこいいやん。まあでも見た目騙しで実力は大したことないんやろな。俺長崎県のワンコがボコボコにしたるわ。行くぞ。普通に強いやんけ。エンシェントサイクロン、こいつを倒してくれ。はーい、長崎県のワンコを任すとき。俺はエンシェントサイクロン。恐竜を一掃してなお吸引力は衰えない、はるか昔に発生した地球最古のサイクロンや。俺はニャンコ軍団の特殊能力を封印する古代の呪いを持ってて、自らの消滅が近づくと破壊力が増すという能力も持っている。この能力でこいつらニャンコ軍団をボコボコにしたるわ。あんまり調子乗んねよエンシェントサイクロン。私はネコナーガ、愛の重さはウルトラヘビー級。脱皮して長いボディを手に入れたお嬢様、私のたまに古代種の動きを一瞬止める能力で永久停止してやるわ。おーい、猫の赤ちゃん、助けに来たよ。私はクロノストリガー、創造の果実を授かり全ての因果を書き換える混沌より生まれた悠久の時を支配する女神よ。私は属性を持つ敵の動きを一瞬止める能力を持ってるの。この能力であなたエンシェントサイクロンの動きも止めてやるわ。いや、どんだけ動き止めてくるねん。猫の赤の古代種の動きを止める能力といい、どんだけ止めてくるねん。正直そこまで動き止めんでもどうにかなるやろ。ちょっとクロノストリガー、何調子乗ってるの。あなたなんか来なくても私だけで妨害は十分なのよ。ほんと邪魔だわ。いや性格悪、猫ナーガ性格悪。自分より優秀な人来たら機嫌悪くなるタイプやん。猫ナーガちゃんごめんね。おいみんな助けに来たぞ。俺は青龍皇帝メギドラ。己が使命を達すべく全てを焼き滅ぼす青龍石を手に入れ真の皇帝となった龍の王や。おいエンシェントサイクロン、お前のような古代の遺物は古代の遺物らしく地中で眠ってろ。キャーかっこいい、青龍皇帝メギドラ様。私ネコナーガにもそのセリフ言って。いやどういうこと、青龍皇帝メギドラはアイドルかなんかなん。めちゃネコナーガに崇拝されてるやん。なんか羨ましいな。青龍皇帝メギドラ来てくれてありがとう。私クロノストリガーじゃこの敵は倒しきれそうになかったから助かったわ。おいクソクロノストリガー、何メギドラ様に慣れ慣れしく話しかけてるの。ぶっ飛ばすわよ。いや怖いな、味方同士で揉めるのやめてくれ。問題起こしてるの猫ナーガだけやけど、まあお前らが揉めてる間に全員ボコボコにして古代が最強ってところを証明したるわ。行くぞー。うおー、俺もモテたいんじゃ。あー結局見た目かよ。メギドラ様は私のものよ。チャンネル登録高評価よろしく。いやん、俺は竜宮長獣キングガメリオン。スナック乙姫のママの気を引くため塗装された亀が見事作戦に成功し、お土産をダッシュしたニャンコや。俺竜宮長獣キングガメリオンは天使と黒い敵に撃たれ強い能力がある。この力でボスのエンゼルサイクロンをぶっ倒したるわ。撃たれ強いからなんやねん竜宮長獣キングガメリオン。俺はエンゼルサイクロン、世の中を変わらない吸引力で浄化し続ける恐ろしい天使なサイクロンや。俺エンゼルサイクロンは天使の中でも超高火力、この回転攻撃でお前らニャンコ軍団を壊滅させたるわ。パワーなら負けへんでエンジェルサイクロン。俺は巨大神兵弁慶、混合の大槌は軍団兵器を一撃で滅亡させる異世界より生まれし無敵ロボを服従させたニャンコや。俺巨大神兵弁慶は天使に打たれ強いだけじゃなくて天使に極ダメージを与えることができる圧倒的パワーでお前エンジェルサイクロンを倒したるわ。やれるもんならやってみろ、返り討ちにしたるわ。行くぞー。あーこいつらやばいやん、イカ天あとは任せた。いや俺じゃ役不足やろエンジェルサイクロン。俺はイカ天、硬くなった身を生かしたオリジナル肩叩きは受けたものを漏れなく昇天させる夢半ばで天ぷらにされた翼のイカれたエンジェルや。夢半ばで天ぷらにされた怒りをお前ら巨大神兵弁慶と竜宮長獣キングガメレオンにぶつけたるわ。いやめちゃくちゃ八つ当たりやんけイカ天。まあお前ごとき俺巨大神兵弁慶の混合の大槌でぶっ倒したるわ。行くぞー。あー
これは勝てんて。にゃんこ軍団の勝利や。俺は大狂乱の向き足猫。にゃんこ軍団を裏切り大狂乱となることで体力と波動攻撃が強化されたが人気が大幅ダウンしてしまっている筋肉美が自慢の遠距離型キャラや。おいお前ら、なんで進化したら人気が大幅ダウンしてしまうね。確かに進化前の狂乱の美脚猫は美しいけど俺の筋肉も美しいやろ。マジでふざけんなよ。出た、飛翔の武神真田幸村や。お前はいいよな、進化しても人気でさ。見た目も良くて代わりが効かないスピードと効果力。お前みたいないつも人気者のやつが俺は一番嫌いなんや。俺の波動攻撃でお前を倒したるわ。行くぞー。うーん、クソったれー。俺は飛脚猫、取扱い厳重注意の大事な荷物を運送中の昔ながらの荷物運びを重んじる職人肌のニャンコや。俺飛脚猫は赤い敵に超ダメージを与え超獣特攻も使うことができるんや。何でしゃばって先に自己紹介してるねん飛脚猫。僕は総演武猫魔剣士、天使を務める焼き鳥屋のパフォーマンスでも活躍中の魔法と剣のエキスパートへと成長した魔剣士や。おい飛脚猫、お前は僕総演武猫魔剣士より後にニャンコ軍団に入ったんやからちゃんと僕を敬えよ。なんで赤い敵に超ダメージしか与えられへん雑魚を敬わなあかんねん。しかも普通にニャンコプレイヤーからの評価も俺飛脚猫の方が高いし。あんま調子乗んなよ飛脚猫。お前は遠方範囲攻撃やから近づいてきた敵に攻撃できひんやんけ。だからなんやねん総演武猫魔剣士。それも込みで俺飛脚猫の方が評価高いんや。まあそこまで言うんやったら進撃のは顔ず激ムズでどっちが早くクリアできるか勝負しようや。おお、やったるわ、行くぞー。よっしゃ、ほな飛脚猫より先にレッドサイクロンがボスの進撃の赤うずき物を僕、総演武猫魔剣士がクリアしていくね。ちなみに僕、総演武猫魔剣士のレベルは30のプラス値が34や。飛脚猫のレベルはなんぼなんや。俺、飛脚猫のレベルは50や。やっぱ俺、飛脚猫の方が使えるからマックスまでレベル上げてもらえてるな、総演武猫魔剣士。お前、飛脚猫はいちいちムカつくこと言ってくるな。ほんまイラつくわ、なんやねんこいつ。ほなお先にレッドサイクロンを倒させてもらうで、総演武猫魔剣士。あんま調子乗んなよ飛脚猫。俺はレッドサイクロン、超高速回転による連続攻撃はいかなるものも寄せ付けない赤いサイクロンや。お前飛脚猫は赤い敵相手にめちゃくちゃ強いって評判聞いてるけど、さすがに俺レッドサイクロンを妨害なしで倒すことはできひんやろ。それはどうかなレッドサイクロン。俺飛脚猫の桁違いの攻撃を食らえ。行くぞー、とどめや。飛脚猫は化け物や。なに、お前飛脚猫もうレッドサイクロンを倒したん？早すぎやろ。さすがにこれは認めざるを得へんわ。お前飛脚猫がナンバーワンや。あ、ありがとう総演武猫魔剣士も強いと思うで。僕総演武猫魔剣士も負けてられへん。行くぞー。うおー、これでとどめや。猫魔剣士も強い。対赤い敵属性最強って誰なんやろ。チャンネル登録高評価よろしく。僕はエイリワン、宇宙からの侵略者の手によって姿を変えられてしまったワンコや。みんな夏休みは始まったか？始まったかどうかはコメントで教えてくれ。まあ夏休みって言ったら海とか山とか花火とかいろいろ楽しいイベントあるよな。誰か一緒に行こうぜ。出た、大海原のダイバーカンナや。なあ大海原のダイバーカンナ、よかったらこの後一緒に海に遊びに行こうや。え、絶対無理？ふざけんなよ、なんでやねん。こうなったら力ずくで一緒に海行ったるわ。行くぞー。うーん、にゃんこ砲にやられるんかい。僕らの浮いてる敵を吹っ飛ばす能力が最強や。いや、俺らの浮いてる敵の動きを止める能力が最強や。あー、俺は猫ドラマンサー、ことわざ踊れば友なりの語源と言われている超自然的存在と踊り狂うキャラクターや。俺、猫ドラマンサーはごくたまに浮いてる敵の動きを止める能力があるから浮いてる敵は任せとけ。お前なんかに任せられるか、猫ドラマンサー。僕は猫石、代表著書は痛いかどうか気持ち次第、毒を持て毒を制すが口癖の凄腕ドクターニャンコや。僕、猫石はたまに浮いてる敵を吹っ飛ばす能力があるから浮いてる敵を相手にするんやったら僕に任すとき。ほな、そこまで言うんやったら俺らと同じ能力を持つ超激レア一体とコンビを組んでどっちが早く進撃の白渦激ムズをクリアできるか勝負しようや。おお、やったるわ猫ドロマンサー。ほな行くぞー。
よっしゃ、ほな僕猫石が猫ドラマンサーより先にホワイトサイクロンがボスの進撃の城渦激ムズを攻略していくで。ちなみに僕猫石のレベルは30のプラス値が21、猫ドラマンサーはなんぼなんや。俺猫ドラマンサーのレベルは30のプラス値が26や。まあほぼほぼ同じって感じやな。そうやな猫ドラマンサー、ホテお前のコンビの超激レアは誰なんや。それはな、妊娠服部半蔵や。俺の後ろに隠れてるけど、お前猫石のコンビは誰なんや。ジョイフルネコナースや。ジョイフルネコナース、今日は頼んどくで。はい、私ジョイフルネコナースに任せて。猫石、私は特大お注射も一人でさせる数々の現場で活躍した経験豊富な強きナースだよ。私ジョイフルネコナースは浮いてる黒い敵をたまに吹っ飛ばして移動を遅くする能力があるの。私ジョイフルネコナースと猫石の吹っ飛ばしコンビは最強なんだから。なに調子乗ってるねんジョイフルネコナース。俺は妊娠服部半蔵、神速の刀さばきで暗殺任務を果たす猫村正に眠りし妖力を解放した凄腕の忍びや。俺妊娠服部半蔵は超生命体特攻を持ち、ウーキーと黒い敵に超ダメージを与え必ず動きを止める能力がある。俺ら妊娠服部半蔵と猫ドラマンサーの動きを止めるコンビの方が絶対強いから。じゃあその強さを見せてみなさい妊娠服部半蔵。おお、ほなホワイトサイクロンをぶっ倒すぞ。うおー、これでとどめや。あー、妊娠服部半蔵強。そう、先にホワイトサイクロン倒されちゃったんだけど、でもここから巻き返すんだから。うおー、お先負けちゃった。でも次は絶対負けないんだから。ちなみに私ジョイフルネコナースのレベルは30のプラス値が1、妊娠服部半蔵のレベルは30だよ。オーレアワンコ、なんか最近を守るワンコや。なんかニャンコ軍団にはルガ族とかいう猫なのか何なのかわからんやつがおるらしいねん。ほてそいつらの見た目がヤバいらしいねんけど、どんな見た目してるんやろな。いやでかすぎやろ、これが噂のルガ族ってやつか。てかなんかヨボヨボやな、おじいちゃんルガ族なんか。まあお年寄りいじめる趣味はないけど、俺なんか最近のワンコがぶっ倒したるわ。行くぞー。あー、おじいちゃん強っ。オレアワンコ、長崎を守るワンコや。なんか今ニャンコ大戦争で白ドラコラボが開催してるらしいな。白ドラってことはゴーレムとかサイクロプスとかおるんかな。まあどっちも俺長崎県のワンコには勝てんけどな。なんやこの卵、新しく実装された古びた卵みたいな感じか。にしてはいつもの古びた卵とは形が違うな。まあニャンコ城から出てきた敵には違いない。ぶっ壊したるわ。行くぞ。サイクロプスが生まれた。猫と飼い主はサバカもやっているフラッシュ。チャンネル登録、高評価よろしく。